です。今日僕が紹介する車はこちらです。川先生、早速、はい、すごいスタイリッシュな車ですけど、はい、見た目の印象いかがですか？どうですね。シートがスポーツシートなんで結構座りはいいのかなと。いや、めちゃくちゃいいですね。あ、中の雰囲気はハンドルもちょっと小ぶりにして、よりスポーティーな。こんな座り心地いいんだ。あ、よかった。大変あります。僕その通りやらないとできない。質問するんで、はい、まあ、車のその機能もあるけど、玉川くんが実際どう感じたかっていうところを見て感じた、うん、充電大丈夫ですか？いっぱい取りますもう話決まった。珍しい。いや、多分、いや、テイク20ぐらいちゃう。そっちのちょっといっぱい全部ノーカットですから、うん、ちょっと見てください。俺の悪いところ絶対なさい。いやいやいや、悪いところは何もないから。噛んだところとか噛んだところもそれが売りみたいに言ってください。ファンは見えないですからね。作られた姿は見たくないです。てか僕1回目話すのめちゃくちゃ下手くそだったんですよ。なんで僕なんですか、一応。ファン投票で。伝えれてなかったですけど、ね。ほら、ファンを見たいって。大丈夫かな。スポーターのゲーさん、ちゃんと見ましたかね、僕の1回目。カロラスポーツの時は。結構緊張されたんじゃないですか、前回。緊張しました。多分再生そんなにされてるんですよ。いやいやいや、1位って言われる。